ブルーカーテンの向こう側。男バレーダンサーの陳道中。1980年、16歳。最愛の人。第14話。少子は小学校1年の時から高校生になるまで、新聞配達をしていた。中学生になってからは、 朝の新聞配達の他に、夕方になると近所にあるスカイラークというレストランで皿洗いのアルバイトもしていた。自分の手で金を稼ぐことは母親を助けることにもなるからだった。少子は母親の勧めで、ピアノと日本舞踊を幼少の折からずっと続けてきた。舞踊を習うために2時間半もかけて、 東京の新宿まで毎日のように通ってもいた。だが高校生になった時から、だんだんと舞踊を習うことが重荷になっていった。そして悩んだ。僕にとって、これから先も続けていくことに意味があるのかこの道が本当に僕に合っているのか それとも僕のまだ知らない、全く違う世界があるのか、と。しかし、この悩みに終止符を打つ日が来た。少事の意思で辞めなくても、辞めざるを得ない出来事が生じてしまったのだ。高校に入ってしばらくした時に、最愛の母親が突然、 う臓癌という恐ろしい病気で亡くなってしまったのだ。しかし、うじにはこの事実を受け止めることがどうしてもできなかった。人間はあまりにも悲しすぎることが起きると涙さえこぼれなくなる。うじにはこれから先、一体誰を頼りに生きていったらいいのかわからなかった。 母親は今まで少子にピアノと踊りを習わせるために寝る時間も惜しんで必死に働いた働きまくってあげくの果てに水臓の中に赤ん坊の頭と同じほどの大きさの腫瘍ができてしまったのだそれでも母親は子供たちのことを心配した病院の一室で母親は自分の死が近いと悟ったのか 息子をベッドのそばまで呼び寄せた。もう喋ることさえできないほど弱りきっていた母親は、正子に紙と鉛筆を持ってこさせた。震える手で紙に書かれた文字は、ぐにゃぐにゃに曲がってしまったが、母親は必死に書いた。あなたは踊りをなりわいとして生きていきなさい。ただ、 妹のことが心配でならない。まだ小さな女の子なのに、私が死んでしまったら、と書いてあった。少子は母の両手を握りしめ、どうしていいのかわからないほどの悲しみに耐えていた。ほどなく、母親が亡くなった。 生児は母の存在の大きさを改めて感じた。だがせっかく母が生児のためにいつも言っていた。芸は身を助けるのだからね。と悟してくれたピアノや踊りまでもやめてしまったのだ。これからは自分で生活の道を切り開いていかねばならない。 生きていかなくてはいけないのだ。と、決心した。